それではこれより質疑応答に移らせていただきます。ご質問を希望される株主様は、挙手をしていただき、指名された後マイクをお持ちしますので、ご質問をお願いいたします。それでは、ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。はい、それでは前方の、えー、と奥の方ですね、最前列、ステージ向かって右側の奥の方、お願いいたします。 株主番号とか特に結構です、今はもう、はい、あのか為替が、あの御社にあた業績に与える影響がどの、どういう感じであるかをちょっとお聞きしたいのと、あとちょっと、米中貿易摩擦があの深刻化した場合、御社に業績、影響出るのかどうかって、その2点お願いします。 はいいありがとうございます為替の問題と米中関係の問題ですね。はい為替の問題なんですが、実は一、えー、昨年といいますかディスプレイスを買収しました年は、すでに昨年のご報告を申し上げておりますが、1億を超える為替差損が出ました。 で、えー、ここで私たちは、あの、やはり、えー、反省も、えー、それから空論をしまして、えー、今年についてはそういった為替差損は出ていない。まあ、実際には為替差益が少し出ているという状況でございます、えー。その1年目を踏まえまして、いくつかの、あの、為替に対するですね、安定化の対策をとっております。もし補足があれば、後ほど、あの、イト最高経、最高財務責任者の方から、 それから2点目ですね、米中摩擦、もしくは米中戦争、<laughs> すみません、貿易戦争 <laughs> と言われていることですが、こちらに関しては、あの、特にですね、あの、中国に対する、え、金融ですね、例えばファーウェイとか、こういったところがやはり IT 業界に及ぼしている影響が、あの、あるわけですけれども、当社に関して言えば、こちらの影響は現時点ではない。 という状況ですで、えー、というのは、まあ、事実として中国での販売というものがうちはほぼゼロなんですね、えー。九州にオフィスを置いておりますが、えー、こちらに関しては、えー、実際にあの社内の開発およびデザインをやっておりますので販売をしていないというようなことで、えー、この IT における影響はないというような状況です。でえーまあ、今後、えー あるとすれば先ほどちょっとご説明をしました IoT のセンサーですねこれは深ンセンで作っておりましてここがもしくは何らかこの貿易の障害があるようなことがあればこのセンサーは他のところで作るというようなことを考えております実際にはもう他の国で作っているものもあるという状況ですので現時点であまりご心配はいただく必要はないということが回答になりますはい。先生は何かありますか大丈夫ですか はい、じゃあえ以上となります。ありがとうございました。はい、ご質問ありがとうございました。続いて他のご質問いかがでしょうか。あ、じゃあ前の列の方ですね。はい、お願いいたします。最前列の方です。あの先ほど質問しようかと思っていましたのは、十二十九ページののれん なんですがあの一部、えー、説明していただきましたので、えー、ディスプレイスのことだとこれが大半だということでしたでディスプレイスリミティッドの資本金、えー、イギリスが3ポンド US は10ドル 香港が115万香港ダラですか。で、あのプレイ,プレイの,のことは、このディスプレイスインコーポレーティッドの、えー、10US ダラの資本金のこれのことになるんでしょうか。その、このディスプレイスリのことについて、もう少し教えてください。 以上ですはい、えー、分かりましたまずあのご質問のあった、えー、アステリアビジョンファンドプレーノですね、はい、こちらに関してはこの招の集通知のご報告というのは実は3月31日までのものですので、えー、設立がそれ以降であるということからあの数値としてはあのこちらにない形になります。でえー、実際ですね、えー、ディススプレイのの方の、えー、数字ははこれは まあここに書いてある通りですがえっとご質問としては正しいかどうかということでよろしいんですかあはいあのこの金額に関してはですね、まあ、あのアメリカおよびイギリスも日本と同じく資本金そのものというものは非常に少額で建てられるようになっておりまして。えー、だからこそあの会社が 回らないとかそういうことではございませんで実際の財務というものはこちらの方で、えーまあ、本社の方で,ですねすべてグローバルに見ておりますので、えー、この、えー、資本金そのものというのはあまり、えー、お気になさらなくてよろしいかと思いますはいよろしいでしょうかはい、はい、ありがとうございましたそれでは他の質問いかがでしょうか教授お願いいたします。 あはいじゃあ中央の方お願いします係の方わかりますかもう一度お願いしますはいお願いいたしますすみませんありがとうございますえっとすみませんあの今えー、っとあれマイク入ってますかああはい えっと、すみません、今、あの、こちらの方に展開されているということなんですけれども。例えば、この他の、例えば、東南アジアとか、その他。今、書かれていない、あの、国に、あの、進出されるとか。そういった予定とかってありますでしょうか。はい、ありがとうございます。<laughs> 東南アジアの予定について、でございますが。現時点で、具体的にですね、開示できるような、あの、内容の予定はございません。以上です。ありがとうございます。 その他いかがでしょうか。あはいこちらの方わくわくするようなプレゼンテーション、ありがとうございます、まず、えー。2つ質問させていただきたいんですけれども、まず1点目が、えー、前期の売上高の予想値が。まあ 実績がまあ予想に対して若干の未達で着地したというところの要因について1つお聞きしたいというのが1点ともう2点目が売上成長についてなんですけれども今期の予想で前期の増収額がまあ大体3.5億円ぐらいで今期がまあ6億ぐらいの増収を見込んでいるということですけれどもまあ、えー これまでの,そのトレンドを考えると、若干そのハードルもあるのかなっていうところが感じますので、その売上成長の内訳みたいなところ、特にサブスクリプションのところのについて、重点的にご説明いただけると嬉しいです、よろしくお願いします、はいいありがとうございますえ2問ご質問いただきまして、1点目があの過ぎた、ご報告した年度の売上について、2問目が今年度、新しい年度の利益の伸びについてと。 いいうことでございますまず1点目ですねこちら予想の数値ということで出しておりまして売上がだい大体達成率が97%程度で利益は大幅アップということでございますがこれはですねあの全てのビジネスユニットで微妙に <laughs> 見立つということでなんか特段大きなことがあったというわけではございません。 で結果としてあのご報告したようにビジネスユニット3つともまあ伸びているという状況ですので、まあ、あの予想値が若干狂った違ったというような状況です。それから新年度の営業利益ですねここはジャンプハードルが高いんでないかということですがこちらの報告の中でナレーションの方で少し触れておりましたけどもこの過ぎたご報告した年度というものは あのディスプレイスの買収時の調整アウンアウトとなります。これが億円程度ありますが、ね、つまりこれは今年度マイナス要因にあ、えー、報告した年度でマイナス要因に響いていて今年度にはないということなんですね。だだからそれだけでも営業利益を億円、えー かさ上げする要因、まあ、これまでが下がっていたという要因になりますので残りの差分で判断をしていただければよろしいかと思いますでサブスクリプションに関しては、えー、実はあの開示のですね市販期解除の中でサブスクの数字って実は試案期ごとに結構細かく 出しておりますので、そちらご覧いただいてですね、分析いただければと思います。年度で言いますと、先ほど言いましたようにコアの方はですね、非常に高い伸びを示しておりまして、ビジネスニュートこれあの担当としては熊谷の方になりますが、こちらで今第一プライオリティで取り組んでいるところでございます。以上ご回答申し上げました。じゃあ一旦ですね、後方の方にマイクを渡して、また先ほどの方にお戻し,しますので、一回お待ちください。 えっと、ブロックチェーンの中で仮想通貨についてお伺いします、はい、あのいろいろ悪さされた時問題が出てきてると思うんですけどもそれに対してヒラ水脈 CEO の考えをお聞かせくださいそれからファングに代表されるような巨大企業が仮想通貨に乗り出すっていう話もありますけどもそうなった場合日本勢として どう対応するのか気持ちをお聞かせください。以上です。はい、仮想通貨に関するご質問二点いただきました。まずあの仮想通貨でですね、いろんなじ、えー、まあ悪さという言葉をお使いになりましたが、いろんな事故とあったときに関して、まあ実際にそういう事故がですね昨年発生しております。今年に入っても海外で発生してしておりますが。 ここに関しての私の考えもしくは BCCC の代表理事としてでもよろしいですけれども一連のです、ね、仮想通貨の盗難ですとか事故というものはブロックチェーンそのものの欠陥であったり構造上の問題であったことは一度もないんですね取引所のセキュリティの問題だったり体制の問題こういったことが原因で起こ,らす起こっておりますのでブロックチェーンの信頼および将来性に一切揺るぎはないと。 いうふうふに考えておりますで第2点目ですね、えーまあ、海外勢特にあの今週は大きなニュースがありましたフェイスブックをはじめとするチームがですね、まあ、大きなチームがリブラという新たな仮想通貨 VP ブロックチェーンを発表するということがありましたけれども、えー、ここに関してはですね、まあ、これに関してだけでもないんですが あのご質問のようなこの国というまとまりで考えることがほぼないです私はですねですんでその欧米に対抗していかなければならないという気持ちもないですねブロックチェーンというのはつながって難望の技術でしてえあのたまにあの省庁とかやるんですけども独自のものを作って載していこうぜというようなこういうことはあの決してうまくいかない。 ものなんですね。特にこれだけつながる時代ですから、やっぱり仮想通貨に関してもいかにその国というボーダーをなくして考えるかというのが大切かと考えています。で、えー、リブラに関して言うと別にこれですね。日本企業も排除されてないんですね。あそこに条件が書いてあります。あの参加する条件が書いてある結構ハードルが高いんですけれども、別に日本企業ダメだとか欧米じゃなきゃダメと書いてないので、多分私の予想ですが、日本企業でも参加する企業が生まれると。 思います。ということで、まあ、ここあのブロックチェーンのこと、世界においてはやはりこうボーダーレスであるという前提に考えていただいた方がよろしいかと考えるということが回答になります。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、先ほどの前方の方に時間も迫ってまいりましたので、はい、あと2問でですね。あの終了とさせていただきます。この後2問までということでお願いいたします。 すすみまません、先ほどありがとうございます、えっと、2点目の、えー、質問が売上げについてのことだったので、はい、改めてその売の、売上げの6億円の増収をどういうふうに立てるかというところを、はい、内訳とともに特にサブスクのところでというところをお願いしますというのともう1点あの、自社株を今4%ほど保有されていると思うんですけれどもこちらの用途がもし何か決まっているのがあれば、まあ、M&A とかその辺の話と絡みでご説明いただけるとありがたいです。お願いします、はい、ししまますはわかりました 2点目失礼しましまた今年度のです、ね、売り上げの伸びに関してですが、こちら、各ビジネスユニットごとに、あまず全体ではです、ね、これ18%の伸びなんですね、18%ですけれども、各ビジネスユニットごとに目指している数字がこれ、まあ、微妙に違いはありますが、大体15%程度です。 これは新しいアクティビティ先ほど言ってますような伸びるポイントもありますし新製品新バージョンもありますのでそういったことから15で残りの3%というのが新しい領域ですこれは今までにない領域で、えーまあ、ブロックチェーンとか今までほぼゼロですけどそういったところですとかあとはこれまでに展開していないようなところこれで3%程度見込んでいるという内容になります。もう一つ何でした あ、自社株でしたね。失礼しました。ちょっと自分の字が読めませんでした。はい、えー、自社株なんですけども、これはですね、あのうちの場合明確に理由がありまして、先ほどご紹介しましたディスプレイ社のアンアウト。 これはですね、この報酬、えー、成功報酬型のこの支払いなんですが、これ、半分を株で支払うことになっております。ですんで、この自社株というのは、まずここに当てることができるということで、保有をしておりますし、ご指摘の通り、今後、ですね M&A 等にも使うことができるのではないかと考えております。ですんで、まあ、今後ともですねこの自社株というものは、機動的に使っていくことがあるんではないかということで考えております以上です。 よろししいいいでですすかかかかありががとううごございますそのほかご質問いかがでしょうかじゃあ、中央の方、じゃあ、先に中央の方で次いきますので、ちょっとお待ちください。えすみません、えー、いろいろ今、お話をお聞きしてて、昨年ちょっと出れなかったんで、今回初めて参加させていただいたんですが、あのー、もうあの業績とかその辺は正直、全く心配してないんですが、今、250億という、その、 話ですね当初の,で、まあ、あのここにいらっしゃる皆様多分あのアステリアを応援されてる方が当然来られてると思いますので僕も個人的に今までの株価の流れとかいろんなものを見てあのもう十分250億の価値はある会社だと自分は思ってるので当然投資させていただいてるんですけども実際に去年の今と、えー、今日現在の株価ほとんど変わりがないと思うんですね。 で当然 PR も120が今40ぐらいですかで、まあ、このまま行けば来年になればもっとはるかに数字は下がってくるとで実際に会社としてはそれだけのものは言ってるんですが実際今あの株価がついてきてないのがあのずっとちょっと経緯を見てると1日の売買高がひどい時は4万株ぐらいまでに落ちてるとということで東証の,の一部になってからも 昔のように一日に280円落ちるとかとんでもないそのアップダウンがあるということでずっと5年10年持つという、まあ、自分もそのつもりでいるんですがそういう株主ばっかりじゃない当然その一般の株主が興味を持って、まあ、継続的に持ってくれるというようなそういうような形の状況になってこないとなかなかとその本来の実力と一緒に株価が上がっていくっていうそういう今あの、まあ、いろんな。 売り込みかかけてくるところとか色々あるとととこいあ思ますんでやはり以前どなたかが何かで質問されたみたいに株主優待をつけるとか株主優待が欲しいわけでも何でもないんですただ一般の株主もっとこの会社に興味を持ってもらって応援してもらえるようなそういうような取り込みっていうものを逆に期待してるんですが要は業績とかそちらじゃなくて IR の出し方をちょっと工夫していただくとか。 そういうようううういいいいよなこととについてははどうお考えでしょうか、はい、ありがとうございます、えー、業績以外の点についてということで、えーまあ、株価の形成というのは、先ほどあの冒頭に私がまあお話ししたようなことがまあ根本であると思いますが、ご指摘のように、それ以外の要素ともまあ多々ございます、でその中で今、具体的におっしゃっていただいた2点ですね、株主優待と、それから IR に関してお答えをしたいと思います。 まず株主優待に関してこれはずっとですねただ他社の例等も見ますと現在です、ね、株主優待というのは減少傾向にあるこれも事実なんですね。で当社の場合その意味のある株主優待ができるか例えば B2C の,の消費者向けの企業であればですね自社 製品を使ってもしくは自社サービスを使って何かできるんですがなかなか当社の製品及びその関連ということではなかなか難しいというのもありましてずっと継続議論しているというところでございます、えー、まあ本当にですね株主の皆様のためそれから会社のです、ね、認知度向上ですとかいろんな側面 IR 等になるのであればこちらというものはやることにやぶさかではないですがやはり私たちとしては あのストーリーをですね私自身の、まあ、先ほどもちょっとお話をしましたがストーリーを大切にしておりまして何でもこう上げりゃいいと例えばあのクオ・カードなんてもう議,論議論に上ったことがありますが私たちなりの考えでこちらは進めさせていただきたいと思いますのでご意見を受けてまいりまして引き続き検討させていただきたいと考えております。続きまししてて IR IR なんですが IR に関してはですすがに関はね こちら、まあ、私たちなりに工夫をして結構積極的にはやっております。例えば個人投資家説明会ですねこちらも年に10回以上やっております地方でもやっておりますしネット配信をすべてやっておる企業もそうそうないかと思います。でそれに加えまして直近では LINE によるです、ね、情報配信メルマガだけではなくてですねこういった工夫もしておりまして、まあ、できるだけ多くの方に 触れて理解していただこううとというここは行っておりますただこちらまだまだですねやることがあるんではないかとは考えておりまして是非ご指摘をいただければと思いますあともう一つですねご指摘の IR で言いますと個人投資家の皆様だけではなくて機関投資家の方にいかに持っていただくかということも特に東証一部の企業としては大切なことだとまあ理解をしておりましてこちら今回のですね株主名簿を見ていただきますとかなりいの。 いわゆる信託口等がです、ね、増えておりまして。 まあだいぶ東証一部のようなふなです、ね、株主構成にはなってきつつあるのではないかということをまあ考えておりまして、基幹投資家向けの IR というものも非常に力を入れております、実際にですね、IR に向かうその個人投資家向け、それから基幹投資家向け、ほとんど私自身が出て説明をさせていただいております、そこも一つの差別化になるというふうには考えておりまして、まあ、今後、さらにあの、 力を入れてもっと工夫もですねしてまいりますが、えー、ご意見として、えー、貴重なご意見として賜りましたありがとうございます、はい、ありがとうございました次で最後の質問とさせていただきますがじゃあすいませんそちらのことをお願いいたしますありがとうございますちなみにあのさっき育休を取るってハミルトさんって男性なんですねはいそうですちょっとびっくりしましたさっき見てそれからあの アンア,ア,アウトの大会で自社株を使うっていうのがすごい攻めてるなと思いつつライツオファリングが失敗したの残念だなと思いつつただなんかそういうこういう技術だけじゃなくてそういう会社組織会社の方でもなんか攻めてるなっていうのはすごいいいなと思ってますと。ということで質問はですねあの ブロックチェーンでの議決権行使のご説明もあったんですけど、これが普通のいわゆるインターネット講師と何が違うのかっていうのはちょっと教えていただきたい。これは質問です。で関連しての意見はあの是非、あの,あのこの議決権行使の世界を変えてほしいなと思ってて。あの名簿は半年に1回しか閉まらないまあ、ほふりさんが関係すると思うんですけど。とかあのさっきおっしゃったように、本当に自分の議決権行使が反映してるかわからない。例えば当日。 あの参加してあのそれが賛成しているのがあの臨時報告書に載るかというと必ずしもそうでもないみたいなところをまあ技術的には今は無理だと思うししかたないと思うんですけどこういうなんかブロックチェーンがもしそこで役立つんであればなんか昭和の時代から続いている仕組みを変えられるんじゃないかなっていうのをちょっと期待はしております。 はいありがとうご,ざいますご質問はブロックチェーンとインターネット投票何が違うのかという点でございますこちらですね実は表向きあまり違っているように見えないんですね QR コードで URL にアクセスして投票するということでバックが従来型のデータベースかブロックチェーンかということですでこれの大きな違いは例えば当社ですとか信託銀行 そのシステムを持っっててるところであってもそのデータを書き換えることととがでできないというここすね。これを従来の技術でやると第三者の認証とか別の人に証明をしてもらう必要があるんですけどもブロックチェーンの場合は書き換えができないそしてそれがされていないということが分かりますのでそれがそのチェーンそのものが透明性が高く高いものとして扱うことができると。 いうことになります。で、またですね、これは実際構築のコストも非常に安く済みます。これはまあ当社が当社用に作ってますんで、そのコストを言ってもなんですが、まあ普通は億単位で皆さんかけていらっしゃるんですが、まあ一桁以上安くできるということをあのまあ申し上げておきます。さらにもう一つ、実はこの議決権のですね、融通というのが これはトークン化していることによって非常にやりやすくなります。例えば経営人と株主が対立しているような会社がある場合、プロキシファイトなどということがありますけれども、その時に議決権を移すのは今は大変なんです。紙の処理が必要です。これを実はブロックチェーンの場合は間違いなく正当に安心安全に他の権利者に渡すということが即座にできる。 こういったことも可能になるんですねここにはまだ対応しておりませんけどもこういった可能性もあるということでおっしゃったとおりその令和のです、ね、投票という形をやっていくには本当に適した技術でございます。以上上ご回答申ししげました はい、ありがとうございます。えー、たくさんのご質問本当にありがとうございました。ちょっと一点だけ私から、えー、社長に確認ですけれども、はい、今回もすべて社長が喋ってしまいましたが、執行役員から何かなくてもよろしいですか？す <laughs> 何かこうしてありますか？<laughs> <laughs> よろしいでしょうか？いいかな、まあ、ね、いいですかね。はい、まあ田村さんもこの後ありますので、はいはいはい。じゃあ皆さん長時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。